少子化が進む中、私たちは育ちたいという気持ちを持った高校生を求めております。そのためには私たち成城大学の魅力というものをアピールする必要がありました。スマートフォンを多用する現代の高校生にアプローチするにはデジタル広告が非常に効果的です。また成城大学の魅力を強く印象付け、入学したいと思ってもらうためには短い時間で人の心を動かすことができる動画が有効です。そこで YouTube の動画広告をご提案しました。動画の配信にあたっては年齢やエリア、関心事などに応じて配信先を絞り込むことが可能な YouTube のターゲティング機能を活用しました。具体的には大学進学、予備校といったキーワードや成城大学以外の特定の大学に興味を持ちの1都3県の高校生に向けて動画を配信しました。おかげさまで成城大学入試での検索が前の年の 2.5 倍にも増え、興味関心を大いに高めることができたと思っています。最終成果として志願者数が 27% も増加しました。これは5カ年計画で考えていた目標値だったんですけれども、わずか1年で達成できたことに驚いています。 YouTube の動画広告を見てくれた高校生の皆さんの数にはとても驚きました。またその中から実際に受験に臨んでくれた方も多くおりました。そして今までの入試候補の在り方に新しいものにチャレンジする、そのチャレンジ精神を持って広報活動に励んだ結果、大きな成果を得られたと、そのように思っております。